こんにちは、オッサム研究所です。フィギュアスケート男子ショートプログラムが行われ、羽生結弦選手は、1本目の4回転サルコーでリンクにできた穴にはまり、1回転になる不運もあり、95.15 点の8位。今回は、羽生結弦選手の演技後、フィギュアスケート男子で、06年トリノ五輪王者、ロシアのエフゲニー・プルシェンコ氏が、自身のインスタグラムを、更新時羽生結弦選手へのメッセージを綴ったことについてです。よろしければチャンネル登録、コメントをお願いします。プルシェンコ氏は、羽生結弦選手の演技写真を添えて、羽生結弦選手、あなたは素晴らしいアスリートです。あなたのフィギュアスケート界への献身は、かけがえのないものです。明後日も、自由で自信に満ちたスケートができることを祈っていますと、自身と同じく長きにわたり、世界のフィギュアスケート界の頂点に君臨する羽生結弦選手へのメッセージを投稿。君はとてつもないアスリートだ。君のフィギュア界への貢献はプライスレスだ。明後日は自由に、そして自信を持って滑ってほしい。君はすでに譲る羽生なのだから。と愛こもったエールを送った。ネットの反応。他の選手が、みんな、五輪だからといって特別な大会ではないとリラックスしようとする中で、唯一、五輪は特別な場所と認め、五輪という魔物と、がっぷり四つに組んで、自分で自分を追い込むことによって強くなり続けてきた羽生結弦さん。それが羽生結弦なのだから、誰に変えられないし、変わってほしくないとも思う。まずは、しっかりと食べて、ゆっくりと眠ってください。久しぶりに衣装姿を見て、少し痩せたようなので心配していました。フリーは思い切って言ってください。絶対、王者の羽生結弦選手は、常に攻めではあるものの、王者であるが、故に追われる立場。それが、この五輪のフリーでは追う側。攻め中の攻めで臨む羽生結弦選手は、なかなか見られない。リミッター解除した演技を見せて、もらえるのではと、ワクワクしています。結果は、どうなるか、楽しみに待ちたいです。そして、宇野選手、鍵山選手、ネイサン・チェン選手のフリーもとても楽しみです。これで、一段と楽しみが増すフリーになりましたね。得点だけで言うとチェンでしょう。しかし、得点だけでは言い表すことのできないものも存在しますよね。真央ちゃんの時を思い出します。その時に一番応援していたのは羽生結弦くんです。いけるはず。やれるはずだと、ファンはワクワクしてますよ。圧巻のフリーを見せつけてくれると、素敵なコメントですね。最近の宇野、鍵山両選手の好調ぶりを見ていたら、もしかしたら、彼らは羽生結弦選手を上回るかもしれない、と思っていたけど、まさかの8位とは。でも、姉さんも言っているけど、結果がどうあれ、羽生結弦選手がフィギュア界に残した功績は変わらない。台乗りも厳しい位置だけど、最後まで羽生結弦選手らしい演技を貫いてほしいな。その通りだ。自由に自信を持って滑ってほしい。昨日のサラちゃんに続き、今日の羽生結弦くんに、辛い気持ちが感情を占めていたけど、プルシェンコの言葉で少し救われた。ご本人にも伝わっていますように。自分は野球好きで、イチローや大谷など同じ時代に生まれてきてよかったと思う人が何人かいるけど、間違いなく羽生結弦くんもその一人だ。自由に思うままに羽ばたいて。プル様から、君はすでに君なのだから。なんてタイムリーなメッセージ。今しかない。羽生結弦さんのフィギュアスケートへの貢献は、本当に計り知れない。まだまだ、先のことまで気遣われて、フィギュアの真髄を世に問うプログラムを披露したり、後輩さんたちに、ショーでの心構えを継承するなど、いろいろ活動されている。だけど、この稀有なスケーターを、この高みまで引っ張り、押し上げたのは、プルさん、あなたの存在が大きいと思いますよ。生ける伝説のような人から、唯一、無二の存在として認められた素晴らしい言葉。今日トップだったチェン選手からも、同じような言葉をもらっていた。スケーターにとって、羽生結弦選手は、神の領域の存在になっているのですね。誰もが名前を聞いて、その人がしてきたことを想像できたり思い出せたりする、これほどの功績と名誉はないと思う。フリーは、子供の頃のように、順位やメダルも関係なく、のびのび滑る羽生結弦選手の姿が見たい。プルシェンコはじめ、スケーターたちは、羽生結弦さんを称えてくれるよね。
同じ試合に出るのにアドバイスをくれるすごい人と鍵山選手が言っていた。そうそう、氷を鳴らす人も褒めていたっけ。それが全てを表していると思う。プルシェンコ様からの愛のメッセージが心にしみる。4回オリンピックに出た人だからこそ言える言葉。感激です。君はすでに譲る羽生なのだから、その通りですよね。これが全て。羽生結弦さんが築き上げてきたものは変わらない。羽生結弦さんに伝わっていますように。確かに今日は残念な一言に尽きる。でも羽生結弦くんはもうメダルの色よりも4A 成功への執念に燃えてほしい。日本のためでなく自分の夢のためにだけ無茶な冒険をしてください。成功率は決して高いとは言えないけど、大技回避で後に後悔するより、とにかく挑戦してその結果をみんなで受け止めましょう。でも怪我だけには気をつけてくださいね。8年前は真央ちゃん、4年前はチェンが SP で自滅してフリーの順位格上げが話題になった。今度は羽生結弦くんの番。点差からすれば2位までは自力で格上げは十分に可能性ある。フリーの演技が楽しみです。羽生結弦の代わりなんていない。このまま行くとヤグプルから羽生結弦へと受け継がれた男子シングルの王者の系譜が途絶えてしまう。本当に胸が締め付けられる思いだ。プルシェンコさんの人柄って本当に素敵です。真央ちゃんの時のコメントも泣けた。日本選手へのフォローとかリスペクトしてくれてる感じが温かい。ずっと記憶に残るレジェンドであり、帝王といえばこの方です。愛にあふれたコメントですね。彼のフィギュア界への貢献度は計り知れないものです。フリーは 4A とさらに完成された演技楽しみにしています。初っ端のアクシデント、羽生結弦さんはお、私は不運な穴ぼこにはまっちゃったけど、負のスパイラルにはまらず体勢崩さず見事に滑り切ってくださったのは実力。プル様も仰せるように貢献度はプライスレス。私個人的には気高い存在自体プライスレス級。世界の譲る羽生に変わりありません。10日のフリーでは何ら囚われることなく自由に思うが、ママ天と地との間で羽ばたいてください。すべてを経験されたプルシェンコさんの言葉にこちらも救われました。ツイッターやヤフコメを見てたら羽生結弦選手のアンチの強烈さに驚きましたよ。でもそれらを読んだら前以上に羽生結弦選手を応援したくなりましたね。プル様、羽生結弦選手が苦しい時に素晴らしいメッセージありがとうございます。羽生結弦選手の心に届き、フリーを戦い抜く支えとなりますように。プルシェンコのあのやけくそカルメンみたいな演技見てみたいな。もう五輪なのかって、桁外れなことやってたけれども、でも言い訳は通用しない。とにかくプルシェンコは4大会に出てるって尋常じゃない。この人柄やコメントもいいね。皇帝プルシェンコ、未だに人を引きつけるよね。同じ景色を見た者同士、勝たずにはいられなかったんだろうな。羽生結弦選手に届いているといいですね。羽生結弦選手、長年の思いをフリーにぶつけてください。祈ってます。プルシェンコ、バンクーバー五輪でも浅田真央を評価してくれてたな。彼のやけくそカルメンのように羽生結弦選手もフリーでいい演技してほしい。君はすでに譲る羽生なのだから。羽生結弦さんにこの言葉が届きますように。一ファンもプルシェンコさんのこの言葉で救われた気がします。いかがでしたか。プルシェンコ氏はオリンピアン男子にとってなんと素晴らしい大会なのでしょう。すべてのスケーター、そして私のロシアチームに幸あれと、母国の選手たち、そしてすべてのスケーターが五輪という舞台で輝いてくれることを祈っていたようです。皆さんはどう思いますか。よろしければチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。Thank you.